はい、I love you 中年です、うん、おー、ご覧ください。 M ヤンはね、パタヤを離れて寒い島にやってまいりましたよーん。でね、こっから数週間は M ヤン家族と一緒にいる予定でいます。だから女っ気の強いね動画はしばらくお預けになってしまうんですが、その代わりにね、その代わりにどうやったら相手が楽しんでくれるのかっていうね、家族、恋人、もしくは友人ね、周囲の人間をどうやったら東南アジアでね楽しませていくことができるのかっていうね、 M ヤンのスキルというよりも M ヤンの失敗談をもとに動画を作っていけたらなって思ってます。でね多分今 M ヤンの動画を好きでいてくれる人の多くがね、あ、やっぱ女の子っていいよねってね、東南アジアの女って可愛いよねとかっていうね、方がね、主に見てくれてる気もするんですね。でもね、この M ヤンの1日3分間ほどの動画、それをね、1本2本お届けしますから、ぜひ見てほしい。M ヤンみたいになるなってね、うん、俺みたいな、ね、失敗はするな。日本にあるでしょ、しくじり先生っていうさ、そういうテレビあってさ、で、M ヤンの YouTube の、お友達にも、しくじり先生っていう方がいて、英語でね、うん、まさにそんで、M ヤンもしくじり先生なんですよ。いろいろしくじってる。ただ、ね、力技で、なんとか今まで、生きてこれてるし、ね、家族も一応こう、ね、何、形を保ってますし、この技術はね、見たことないつか、動画になってないまだ。ひろゆきとかホリエモンとかね、彼らは彼らでいろんなことを知ってるけど、でもね、家族とかその東南アジアっていうね、合理性を欠いた、ね、めちゃくちゃな社会の中では M ヤンの方が1枚も2枚も上だぞっていうふうにね、失敗の数が違うから。だからホリエモンとかひろゆきさんとかね、彼ら見てると甘いなっていうね、プロレスやってるのにプロレスで勝っちゃってるパターンだね。勝つでしょつって違うんだよ。こっちはいかに負けるかっていう勝負をしてる。ね。いかに相手を立たせるのかって。論破しちゃうでしょ、勝とうとするでしょ。そうすると、ね、周囲は崩壊するんですよ。東南アジアではね。うん、ここがね、日本の問題でもあるよね。はい、裁判やりました。白黒はっきりつけました。私勝ちました。その後人間関係続いてる？ね、続かないでしょ？昔はあんな友達だったのに、昔はあんなにね、愛し合ってた夫婦なのに、裁判して白黒はっきりつけたばかりに、ね、人間関係は崩壊して、その時間何だったのってね、今までのあれ何だったのっていうことを、やばい、またもう終わっちゃった。はい、はい、中年、I love you 中年でーす。ウィー